ジャイラスポークムーアは、ドイツ改革派協会の宣教師である。モールとも表記される。ライフ命。ライトコー。ラブアイ。ドイツ改革派 JP モール宣教師夫妻は、バンダイ産噴火1888年や三陸、大津波1896年に、災害援助や病院伝道などに尽力し広く敬愛を集めた、ミセスモールの病院伝導1847年に、 ペンシルベニア州バックス群パーケーシーに、スコッチアイリッシュ系の父とドイツ系の母の二男五女の罰子として生まれる。1873年に、ペンシルバニア州ランカスターのフランクリン・マーシャル大学を卒業し、アンナー・アーノルドと結婚する。3年監視班学校の校長と高等学校の校長を務める。その後、オハイオ州ティフィン市、ハイデルバーグ大学進学院で学ぶ。 1878年に卒業して、ペンシルバニア州、ミラースビル協会で5年間牧会をする。1883年に、ドイツ改革派協会より、日本派遣宣教師に命じられる。9月23日に来日して、AD グリングと協力して、東京伝道を行う。中島信幸、都子夫妻などを信仰に導く。そして、1885年に、 上村正久と協力して一番長教会を創立する。1886年には学習院で英語を半年教える。1887年に仙台に移り、押川正義らの東北伝道に協力する。山形の山形英学校に招かれ、英語を教える。これが山形6日、長教会になる。1889年夏、仙台に戻り、 東北学院進学部で教会史、進学などを教える。1893年には宮城女学校の校長になり、第二高等学校でも英語を教える。そこでキリスト教青年会の創立も関わる。1910年アメリカに帰国する。帰国中に妻が死去する。翌年再来日し、1913年。 フェリス女学校の教員アンナ・デ・フォレスト・トンプソンと結婚し、仙台に定住し、東北学院の運営と伝道に携わる。1924年引退し、ペンシルベニア州、ランズデールで死去する。ありがとうございます。